うんですが、ついラストぐらいじゃないですか、時間的に。あ、もうそんな、意外といい時間だ。もうあと20分、20分、やっぱり最後の、マジですか。ということでございまして、本日のラスト、やっぱり飾るのはこの人です。さあ、この方の自己紹介一つ。はい、いや、もういつもお世話になっております。はい、根本健、根本健でございます。はい、はい、ということでございます。背中にはライドハイを背負っての登場ということでございますが、逆文字になってごめんなさい、リンカメラで、ね、はい、ということでございますが、根本さん、はいよ、どうですか、久しぶりのこのモーターサイクルショー。まあね、一応去年もやってたんですけどね。はいはいはい、はい、なんだけど、やっぱり熱量がちょっと違うかな。確かに、というのはあります。あります、あります。でもね、たくさん出てるじゃないですか、新型車両。新型ですか。はい、来ました。発表が、まあ、確かに根本さん早いからな。確かに、いや、で、いや、っていうかね、あのマリン FM キーといろんな人からリアクションいただいてるんですよ。いや、でもさ、いや、いや、それは新しいかもしれないけど、はい、何も新しくねえじゃん、みんな。来ました、いただいております、いただいておりますよ。ねえ、大人に似てる大人が作ったもんじゃねえよな。もっと来た。でも、でもまあそんなね、車両がなある中で、今回だけど、はい、根本さんが気になった車両、これはいいんじゃないっていう。まあね、あの、まあちょっと肩演出になっちゃうけど、自分のとこでこの前試乗したロイヤルエンフィールドとか、はい、ああいうのはね、やっぱりね、日本のとこで忘れてるものがいっぱいあって、確かに、で、ぜひ来るの一回、あの、いずれこの後ロケで何回も乗るんだけど、はい、まあね、あの、なんだろう、そのバイクのこうエモーショナルっていうか、このエンジンのエネルギーみたいのをどう使ったらいいのっていう、はい、今のなんかさ、みんな排ガス規制を厳密してるけど、はい、手なかないじゃん、軽くないし。確かに、わかる。ね、これで、いやいや、で、やっぱりこう、例えばよ、うん、こう、ドロップル開けます、はい、と、ね、吸気のとこのこうドロップル開けます、はい、そうすると空気が、吸われるわけだよ。そのわーっと吸われた時に、その圧力でエンジンがボワーって燃え始めるし、はいはいはい、というそこのダグ、うん、それが燃えるのは大事なんだよね。はいはいはい、で計算で作っちゃったやつは、うん、開けた分しか燃えないんだよ。確かにね。だからこうやるとブブブって走るけど、閉めてブブってなるけど、うん、そのなんと生き物のようなエンジンっていう、あのわーっとくる、はいはい、あの感じって、もともと日本は得意だったんだから、キャブで。そうですね。で、みんながバカションだとか言ってる、あのね、SU タイプ、いわゆる大変ベンチリーの、うん、あれでさえ、ホンダも、ヤマハも、うん、川崎も、鈴木も上手だったよ。なるほどね。まるで、ダイレクトピストンみたいな、うん、そういう、わーっていう開き方をちゃんとした、そういうことにみんなこだわってた。うん、だから、加速も、4気筒も、下からゴリゴリ。はいはい。でしょ。そうですね、確かにその通りです。今どこのメーカーにそんなエンジンあんだよ。ない。ねえじゃん、ペナペナで。あ、悪いけど乗ってて何も感じないか、俺。だから全然日本車やんないんで。にもかかわらずロイヤルエンフィールドは違う。いや、だってあの人たちは何が違うかっていうと、お、言いにくいけど、他のブランドが残ってるとこって一回みんな終わってんだよね。はいはい。あそこは終わってないんで、今でもその当時のエンジンを目の前にして話ができる。あ、確かに。だから結局クランクマスがこうやって回っていくときに、うん、こっちのここの、例えばこの角度からこの角度の時にこのトルクが出るんだとか、はい、できるんだ。なるほどね。いや、でもロイヤルエンフィールド扱ってるお店ってみんなそういうところってないですか。割とこう、なんか、ね、この間、まあ、マニアックだよ。そう、あれ、この間ロイヤルエンフィールド愛知にお邪魔した、はい、あそこってあの旋盤とか普通にファクトリーの中にあるんですよ。いや、だから壊れるって意味じゃないよ。いや、じゃあ違いますよ。お客様のニーズに合わせて何でもワンオフでも作りますよっていうスタンス。やっぱそういうところ、バックヤードビルダー的なニュアンスをちゃんと持ってらっしゃいますよ。いや、もともとプラモデルじゃないので、確かにリアルに動くんで。そうですね。もっと言うと、うん、これはね、追いかけて作るものと違って、はい、ちゃんと火入れて作るものと違って、それぞれがみんな命があるわけです。そうですね。で、それぞれが例えば乗る人も違うから、うんうんうん、違う人に向けていろいろやっていいわけだ、うんうん、だからそうやって人の感性を刺激する乗り物を作ってるんだから、うん、これはね、そうやってちょっとこの人が例えば困ってるんだったら、さっきの軸の場所変えちゃおうとか、お、いや、そういうことができることが大事でしょ。なるほどね。でもその感じが最新でもちょっとあるわけですね。ありますよ。あのね、お、
やっててね、僕今日もさっきあの僕のビデオで出てくれたエドリアンが今日も来てたんで、いらっしゃいましたね。そうで話してたんです。ほうほうほう。でやっぱりね、あいつらの話って何が楽しいって、うん、このオートバイって特にキャリアのない人ほど、うん、ね、30秒、うん、もしかしたらもっと短いかもしれない、うん、そこでオートバイの良さが決まっちゃうから、はいはい、だからちょっとの差、これはいいかなってできないから、うん、自分たちは最後まで時間かけてくれて、うん、そのラストの「おここだ!」っていうのが出るまでは絶対に負けて出さない。あ、なるほど。というぐらいオートバイってその感覚で勝負してるから、うん、そこが良くなかったらダメでしょって、はっきり言うんだよね。でもすごいラインナップ出してきてるじゃん。そんなないよ。そうです。な、な、僕なんかロイヤルエーフィールドのイメージから考えるとめちゃめちゃなんか攻めてきたなと思ったんですよ。いや、350があって、あとヒマラヤのシリーズがあって、で650しかないし。でも350にさてバリエーションめちゃめちゃ悪いじゃないですか。いや、バリエーションはあるけど、そんなこと言ったら日本のメーカーもっとバリエーションだらけで、名前変えてるだけで。バリエーションしかない。怖い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 。もうよかれと思って振ったらもうどんどんいきますから。いやいや、でもね、こうやってね、おっさんが苦言を呈してくれるおかげでいろいろまた変わっていくわけですよね。変わんないでしょ、多分。怖い怖い、もうほんまに怖いわ。楽しいんですけどね、聞いてる。そうそう、ハラハラドキドキですよね。ドキドキ。いや、でもそれを何ですか、メモさんがこうやってライドハイやり始めて、またいろんなウェブの方とかもものすごい注目されてるじゃないですか。まあ、おかげさまで、はい。ねえ、まあそこでもね、花ちゃんがまたあの生徒になって、まあね、もうあのね、はい、あの花ちゃんすごいよね、分かってるくせに分かんない顔するからね。もうでも次からそれやめようと。なったよ。ちょっとあの本当に分かんないことは分からないんですけど、分かってることはもう分かってる程度いこうと。そうなんだ。じゃないとなんか保育のこと何も知らない人みたいじゃないですか、逆に。いやでもね、何でも乗るんだよこれが。確かに、そうそう。まあ前でね、いやいや、もう全然、いやこんなの、いやいや無理無理、いや無理無理とか言ってビューって帰ってこない。いやもうだってもう本当にあのミニバイクレースでもね、やっぱり根本さん直伝ですよね。いやまだそこまで根本さんの息がかってないです。私あのサーキットは。あ、そう。これから。じゃあそのうち、そのうちだから花ちゃんを誘致してライドハイチームで出てくれたら。おー、楽しそうです、ね、それいいと思いますよね。ミニバイクまさかライドハイがミニバイクレースやるとは思わないでしょ、誰も。クラシックバイクのレースもあるんですよ。っていうかだけどね、レモンさんだけど、ミニバイク乗ってる絵なんて僕ら想像できないですよ。クラシックバイクです。何乗ってるんですか、ミニバイク。何のことありますよ。さすが。何のことありますよ。じゃあ、これライブですから、編集ないですから。いいんですね。だって、まあ、いろんなの乗ってましたよ、前。レモンさんがでもミニバイクでレースしてる。いやいやいや、今ですよ、今。俺もいいんだ。本当ですか。じゃあそこで指導しながら。何かレース出ましょう、じゃあ。チームライドハイ。チームライドハイ。今これ、まあ言うね、じゃ今現地取ろうとしてます。負けるもんか。じゃあ、はめてんな。いやいやいや。どうします、連帯にします。ね、そうですね。いや、なんとかします。あ、ちょっと、せっかくね、2023年のモーターサイクルはい、のこれから行くぞって言って、50回の記念の時ですから、ね、そうですから、やっぱ何か楽しいことやっていきましょう。そうですね。だからとりあえず、サプライズの一つとしては根本兼ミニバイクレースにライドハイを背負って出る。これすごいですね。いや、でもちゃんと大丈夫ですよ。ハンディキャップでうねが花をつけますし。ただそれがうねみ花ちゃんが走ってる最中にうまいな、当たり前やって思われる方もいます。もう一人なんかこれ、あ、そう、はい、もう一人、もう少しなんかよちよちよ、よちよちをちょっとつけとかないと。私がよちよちじゃないで、いやだから全然全然お姉さんがさらにワンステップを上手くなるのと、よちよちがかなり上手くなるっていう、このストーリーを内包した状態でライドハイで描いていただける。マスさんも出るんですよ。俺ライド入って、当たり前じゃないですか。だってそんな今だってここに映ってる人みんな出ますか。ね、今チームメイトが目の前にいるんですよ。あ、一人決まり。そうそう、あ、ちゃ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 チームここねっていう。そうか、ライバルだ。あの飲み屋さん、飲み屋さん軍団が。ライバルだ。いやでも手上げてくるやつはいますよ。ああ、もうじゃあそれはね。公募ということで。あ、マジっすか。はい、いやですか。何人チームぐらいします。そう言われてもね。もうだって。あのね、知ってます、根本さん。連帯って24時間耐久。やめましょう。24時間。
12時間に1回だけタイヤ交換というか、やるんですけど、はい、ライドハイにチームライドハイで走りたかったら、はい、参加費100万円ぐらいじゃないですか。あ、来た。山本さんと走れるんですか。それは、うねね花事務所を一遍通して、ここに入る中落としてからこっちが半分だって。あ、いや半分でよかった俺。おい、7、3やぞ。おい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 、2人ともさ。あ、そう。いやいや。俺5分でいい。はい、あのね、はい、もう少し男は純粋に考えよう。いやいや、純粋、純粋。楽しいじゃないですか。お願いだから。はい。お願いだから。はい。いやいや、いやいや、はい、その全体の件は、はい、まあ、じゃあこの後吟味しましょう。お、吟味しましょう。いや、さっきのね、このバイクの楽しみっていうあれで、はい、こう、これだけほら、いろいろ、ショーでいろいろ集まってます。ああいうふうに。もちろん、その、ちょっと僕には残念なバイクがたくさんあるはあるんですけど、ただ、はい、そこをどうしていくかは、さっきのね、エンジンだけじゃなくて、はい、どんなバイクに乗っていても、うん、そこからどうしていくか、自分のバイクにどうしていくかっていうのは、はい、皆さんだよ。ほうほうほう。あんまりメーカーの整理するのは僕、良くないと思うんですよ。お、来ました。で、だからカスタムがあるし、そういう時に、その格好だけじゃなくてね、うん、乗って面白いをどうしようかっていうカルチャーが日本は低すぎて、そういう意味では、あのいろんなところの海外のやってる人たちのところに行くとお客さん詳しいのね。ああ、なるほど、うん、で、そのエンジンのそのエモーショナルってなんだっていうことにみんな語る方、うん、こっからこのこれだよねとか、うん、こうやってこのこうなんだよねとか、うん、わーわーやろうだよね、うんうん、やっぱりね、バイクってエンジン見えないじゃないですか、なんかあまり出てるから、はいはい、若い人たちエンジンのこと多分分かってないんだと思う。あのプラグに手が届かないです。うん、そこからなんか教えてあげたい。はい、でもそうやってね、もう僕らぐらいになってくると年がね、年重なって何年も乗ってます、今更聞けない話が多すぎるんですよ。うん、それもあるでしょうね。それ知ろうと思ったらどうしたらいいですか。ライドハイ見る、ライドハイ見ればいい。そう、あ、やっぱそう、ライドハイ見ればいい。手前味噌ですけど。いやいやいや、でもで、ね、あの自分より年重な人に教えてもらうのが一番簡単。確かに改めてなんかエンジンばらして中身とかをみんなに教えてあげて、そしたらまた変わっていくじゃないですか。知識を言えないと見ててもそんなこと言ってますよ。まさに私が好きな段階だ。まあね、ただね、はい、基本ね、言葉はやっぱりドキドキ、どっかでこうドキドキするじゃないですか、はいはい、リスクがあるから、はい、でそのスリルを楽しむってのは基本あるんだけど、うん、ただここでね、大きなそのターニングポイントがあるのは、はい、その怖いのをやっぱり抑えちゃダメで、うん、その怖さはない状態をどう作るかなって、ね、楽しめる状態って、うん、で、ここはそこが日本のマーケットはあんまり上手じゃない。あのね、やっぱり早いが偉いとか、こうやっぱりこれで行き過ぎるんだ、まだまだ、はい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 、中途半端だよね、もうあのレースに乗ってる連中もそうだけど、今も世界って通用なんか全然しないくせにここになるじゃないですか、うん、でそれ違うだろうって。なるほど。だからそのバイクの楽しみ方っていうところで言うと、それこそ40キロのところだって面白いの面白い、うん、でそこが語れなくなってる今日本のマーケットってやっぱりすごいやばいと思う。確かにね。ね、アメリカンとか流行ってる時なんかは、うん、本当はそことかね、ここから SR もそうだったし、それこそスピードだったり何だったりいろいろあったじゃないですか。確かに。でもっと言うと4ファーの時代もそうだし、確かに、もっともっとみんな届く範囲のところの面白さを知ってるよね、うんうん、確かに今性能高いよ。でも性能高かろうが実際に乗る直撃はあるわけだよ。でそこの面白さをみんなが言わなすぎる、うん、だから僕は低い回転でね、散々やれてだいぶ覚えたよね。で曲がれるようになったじゃん。楽しくなっちゃいました。なったよね。でそういうところの試しみが分かると、カスタムするときにあんな感じだった、自分ができるから、はい、自分が楽しめるからいいよっていうカルチャーがあるじゃんか。そうですね。でそういうのをもっとねやっていかないと、これはただ僕もメーカーだけの責任にはできないね、うん、だから皆さんも楽しむんだったら、もっと言うとね、年取ってこれからリスク増えるのはダメだよ。僕もね、あの前も言ったけどさ、アメリカで先輩にさ、いろいろ言われたけど、お前もっとレースやりたい、もっとバイク乗りたいんだったら家族に反対されないように絶対に怪我するな、うん、こけるな、確かに、ここでもうちょっと行きたいのを抑えろ、うん、ね、また明日、また来年、また5年先乗りたいんだったらこう抑えろ、大事だと思う。
ということで、いろんなことを今問題提起されました。でもう終わりの時間です。残念ながらですね、YouTube ライブライドハイもそろそろ終わりの時間になります。明日明後日根本さんとこやってる、教えて根本健。午前の部が11時から逆さになっちゃうかな、明日も明後日もきっと11時から12時で、午後の部が15時から16時という形で、あなたのタイヤのタイヤについての疑問、まあそれだけじゃないです、いろいろやります。そう、何度もやります。とにかく教えてほしいこといいですか、年笠の人たち、先輩に聞くのが一番簡単ね。ぜひとも皆さん、聞きに来てください、はい、そして、ウェブの方もしっかりとチェックをしていただきたいと思います、はい、花ちゃんも出てる回もてて、ぜひよろしくお願いしたいかと思います。ということで、ライドハイからもうレジェンド根本健さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サムネの光が。